基本あんまり何も変わっていない同じようなことが繰り返されている同じような避難所環境が繰り返されている石巻赤十字病院の上田新作副院長能登半島地震を2度にわたって被災地を訪れ避難所で医療支援を行ってきましたそこから見えてきたのは東日本大震災の時と同じような避難所の衛生環境の課題だと話します 不特定多数の方がいっぱいいらっしゃる生活環境ですのでまあ、どういう感染があるかもわからないですよねだから特に石鹸で石鹸と流水で手洗いすることが大変重要になってくるわけですけどもまあ、それができなかった特に床で寝ることには様々なリスクがあると指摘します土足で雑魚寝しているとまず人が歩くことによって粉塵が巻き上がりますのでねで、粉塵を吸いますとそこに含まれている まあウイルスとか菌とかそれを吸うことによって肺炎に起こすこともありますしあるいは粉塵そのものによって喘息を起こしたりとかそういう方もいらっしゃいますよねこうしたリスクを避けるために有効なのがダンボールベッドです高さがあって床に寝るよりも保温効果があるため睡眠の質も上がるということですまた避難所では仮設トイレの数が少なく

トイレに行くことを我慢することにつながると指摘しますお水を飲んだりあるいは食事をするの控えようという気持ちになってしまうんですねお水を飲まないということはつまり脱水症につながりますのでやっぱ精神的にダメージ大きいですよトイレが使えないということは一方、住民同士のコミュニティが確立されていた避難所では自分たちで生活を管理できていたケースもあったと話します 例えば小学校の避難所であっても住民たちで最初から炊き出しやってるところあったんです要するに自炊状態ですねもともとコミュニティ地域のコミュニティがしっかりしていてあとお祭りがあるっていうんですねいつもね毎年お祭りの時みんなの協力し合ってこうやって食事作ったりとかしてるからだからそれができるんだって上田副委員長は大きな災害が発生した場合でも 食事やトイレ、寝床など基本的な生活環境をすぐに整えられるよう備えておくことが大切だと強調します自治体として準備できるものあるいは個人として準備できるものいろいろあると思うんですよね例えば携帯トイレというものがもう種々売られておりますのでそれを常に持っておいていただくそれから食料に関しましてもまあ最低限備蓄食ってありますしそれを用意しておくとことか 運営側それは被災地地帯市町村だけじゃなくて県庁も都道府県庁も含めてそ何が優先で何が必要だっていうことをさっと動ける状況になっていけないそういう知識を持っていて動ける状況になっていなきゃいけない。